はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ今回は倉庫発掘マイスってことで、まあ、これはねセイントセイヤのセイントクロスマイスシリーズの、まあ、EX じゃないあの古い方のフェニックス1期最終ブロンズクロスのオリジナルカラーエディション原作カラー、まあ、なぜ今これって感じなんですけれども、まあ、ずっと前からね一度皆さんに見せたかったやつなんで、まあ、今回メンテナンスがてらおよそ14年ぶりに開けて遊んでみたいと思います。魂フェスティバル2010って書いてあります。これはそろそろもう一度中見ておいた方が良さそうだよね。この撮影中が2024年2月末、まあ、マイスの EX シリーズの方で、まあ、メインのブロンズクロスたちの、まあ、最終ブロンズクロスの方の発売は、まあ、行われているんですが、この1機だけがまだ発売されてないんですよね。まあ、バンダイさん相変わらず最後の1個はじらすな。なおかつこの商品は、まあ、中古市場でも割と高めなんですよね。多分1万円以下では手に入らないんじゃないかな今、まあ、同じ旧マイスの最終ブロンズクロス、まあ、原作カラーで、まあ、他の4人は、まあ、結構安い値段で値崩れしてると思うんですが、まあ、こいつだけなんか何年もね高いんですよ。でまあ、その理由は多分僕がこれ買った理由と同じだと思うんですが、まあ、要は、まあ、5人の中で1機が一番、まあ、原作とアニメのカラーリングの違いが大きいっていうことなんじゃないかと。そう、原作のねカラーのイラストとかだと、まあ、フェニックスのクロスは、まあ、どっちかというとオレンジっぽい色なんですよね。まあ、アニメ版とのねこう差が大きい分こいつの価値はやっぱり高くなるんじゃないかと。まあでも古い商品なのでこの素体に関してはまあいわゆるセカンド素体っていうんですかね、まあ、一昔前のタイプ、まあ、髪の色とかアイプリントが少し原作漫画っぽくなってます。ハンドパーツも素手のパーツがついてなくって、あとね手の甲のアーマーが別パーツとかにもなってないです。まあ、交換用ハンドパーツはまあまあついてます。まあこんな感じだったよねあの頃は。いうわけで、まあ、今回発掘したこいつで、まあ、皆さんと一緒に装着遊びしたいと思いますので、まあ、このままぜひ最後までお付き合いください。そしてまたチャンネル登録やグッドボタン、あと旧 TwitterX のフォローもよろしくお願いします。じゃあまずオブジェ形態の方を先に組んでみました。まあ、今日のメニューとしましてはこっからクロスを外してそして1機が装着するというそういう流れでいきます。まあ、先ほどもフェニックスのクロス、まあ、原作とアニメの違いが大きいというふうにはお伝えしたんですが、まあ、当時のね子供の頃の僕も、まあ、アニメのデザイン見た時に、まあ、一番これじゃないだろうって思ったのがフェニックス。まあ、僕はアニメのデザインも好きだったんで、まあ、頭部がヘルメットタイプになってても、まあ、最終的には慣れちゃったんですけど、ただ一機のクロスのちょっとカラーリングはやっぱり気になって、他のブロンズ4人は、まあ、原作の色は割と踏襲してたと思うんですが、フェニックスだけね、まあ、なんであのここピンクなんだろうとか、そんな感じで、まあ、あんまりかっこよくあの頃は思えなかった。まあ、今は全然気にならなくなっちゃったんですけどね。まあ、クロスのパーツの合金部分は、まあ、いつもの感じで、まあ、結構多いです。で、このスタンド部分の支柱のところ、ここも合金製なんで、まあ、ずっしりしてるんで、まあ、オブジェも倒れにくくなってます。まあ、当時の定価は4500円ぐらいかな。で、まあ、この特徴的な翼の部分、ここは付け根の部分で稼働するようになってまして、まあ、スイングはまるで羽ばたくかのように大きく稼働させることができます。あとこうやって回転も可能。尻尾の部分はこれ軟質樹脂になってるんですけど、ちょっとちぎれそうで怖いね。経年劣化に関しては心配してたんですが、まあ、今回のアイテムはそれほどでもないです。まあ、以前オリジナルカラーエディションの最終ブロンズアンドロメダシュンで遊んだ時には、まあ、あのメタリックピンクの体色がひどくて、まあ、涙を流した記憶があるんですが、まあ、今回は大丈夫です、よかったと一安心したところで、じゃあこの後はいよいよ一気にフェニックスクロスを装着させて遊んでいこう。じゃあまずはクロスが外しやすいように各部を分解していきますが、じゃあまず尻尾の部分を一旦外しておきまして、
で、尻尾外した後のここのパーツ、これがマスクになります。こうやって外して、で、後で使います。で、次にスタンドも取っちゃおう。スタンドのここについてるパーツ、これが腕パーツになります。ここ、僕のはすごい硬いな。で、これが右腕用。で、こっちの先っぽにあるのが、これが左腕用。で、スタンドパーツは使わないので、次は、この脚部の部分外そうかな。この膝に当たる部分から外れるようになってます。で、外したここにあるパーツ、これが、太もものパーツ。それぞれここに R と L って書いてあります。で、外したこの脚部のパーツのここにあるのが膝アーマー。そして、この足先を外して、でここを抜くと、すねのアーマー。で、こっちがいらないね。同じように膝、外して、で、ここがすね。ちなみに、この裾が長い方が外側になります。だからこれが右足側。続いて、ここが頭部のマスク部分の、まあ、角のところですね。これが差し込んであるので外します。それと肩アーマー。肩アーマーはここで接続してありますけど、これ外すと、で、こっちのピンにはめてありました。で、一気に装着させるときは、こっちのピンを使いますので。だから、オブジェのときには、こんな感じで、斜めにはまってるんですよね。外して、そしたら、この腰のバックル部分、これ外しましょう。これも実は、ベルトにつけてあったんじゃなくて、ここのピンにつけてあります。で、この後、一気に装着させるときは、こっちの穴に差し込むと。続いて、胸アーマーのとこのこの飾り。外して、で、ここから脱がせます。今回は、このように前を開けて、そして、脱がせると。で、腰のベルト部分。これは、後ろに、このように開いて、外します。で、外したオブジェパーツ。これがいらなくなりますね。さあじゃあ次は外したクロスを一気に装着させていこう。じゃあ一旦足首部分を引っこ抜いて、そしてこれがね太もものアーマーとなります。ちょっとこう膝を曲げつつ入れるといいらしいです。で次は膝のアーマー、これは穴に差し込む。今日はねまた足から行ってますけれども、次がすねアーマーで足首の部分をもう一回差し直す。これパチンというとこまで。この太ももアーマーが少しブカブカなんで、まあ、僕は結構奥まで突っ込んでます。で膝アーマー、そしてすねアーマーで足首戻す。これで脚部が完成。腰アーマーは後ろの穴にピンを取り付けつつベルトの部分を閉じると、まあ、いつものパターンです。そしてバックル部分、裏側のピンをこのベルトの両側に差し込む。次は胸アーマー行こうかな。これ翼は、まあ、一旦外しときましょうか。この翼は両側丸ごとこうやって外れます。で、こっちが通常パーツ。まあ、これ行く前に、まあ、オブジェの時の尻尾、これを先につけとこうかな。このようにボールジョイントで一つずつ、ちょっと細かいんで慎重に。で、これを取り付けてから、先ほどの背中パーツ、これを間に挟むように、ちょっと裏側から見た方がわかりやすいかな。こんな感じではまりました。後ろから一気に着せて、で、前を閉じます。ちょっと髪の毛が当たりやすいんだけど、まあ、後ろ髪の襟足は少し動くんだけどね。で、この胸パーツを取り付けて、
これでロックした形になります。次は腕以降、こちらもハンドパーツを1回外して、でこの前腕のアーマーをはめてからまたハンドパーツを戻すという、まあ、いつものパターン。腕のアーマーはこれだけですね。左右のクロスの形が違うのでご注意。この手首が取り付けにくいのは、まあ、いつも通りかな。そして肩アーマー、ここはちょっとポロリがありましたね。この接続部、アーマーの上側がこれボールジョイントでちょっと動くようになってます。ただ実際アーマー取り付けた時の可動としては、この接続部で上下に動くぐらいですね。まあ、昔のマイスなんでね。次は頭部、マスクの部分にこの角を差し込んで、これで取り付け準備が完了なんですが、前髪は交換する必要があります。こっちがクロス装着用の前髪、穴が開いてますね。でその穴のところにこのフェイスマスクを差し込んで、さあこれで装着完了。まあ、今回はメンテもしようと思ってたから、まあ、関節調整してるんですけども、まあ、特に股関節、まあ、ここが緩かったので、まあ、でもこれはまあデフォルトなんですけどね。まあ、この頃のマイスはあの腰が弱かったよね。まあ、腰と股関節を渋めに調整しました。まあ、僕は個人的には、まあ、主要メンバーブロンズ5人の中では、まあ、氷河が好きって前に言ったんですが、まあ、実は一騎も大好きで、まあ、氷河がまあビジュアルとかキャラとか好きなんですが、まあ、一騎はどっちかというと、まあ、あの頃、まあ、ある意味中二病真っ盛りの僕にとっての憧れの存在でした。まあ、いちいちセリフとかに中二病感がありましたよね。こちらが交換用ハンドパーツ類、武器持ち手みたいなのもあります。これは現場兼用のハンドパーツかな。これがおまけの新生ブロンズクロス用のフェイスマスク部分なんですけれども、ただオリジナルカラーエディションだとね、あんまり使い道がない。翼が展開した状態に差し替えてみました。ちなみに裸になっちゃったオブジェのフレームはこんな状態になってます。あとその他付属品としましては、まあ、ノーマルについていたこのパンドラのネックレス、まあ、これも同様に付属しております。まあ、ただこの頃からね遊んでる方はご存知かと思うんですが、この頭部の交換用の表情パーツがついてる商品がこの頃はまああんまなくって、だからこれも叫び顔とかがないんですね。まあ、なのでちょっと他のアイテムから流用してみようかなと思いまして、これがフェニックスのゴッドクロス10th Anniversary Editionの方に付属していたボーナスパーツ、まあ、これがくっつけられないこともないので、まあ、ちょっともみあげ部分の色が違ってたりするんですが、まあ、クロス着せたらそんなに目立たないと思うんで、まあ、ゴッドクロスの方と頭部の形状とかもまあ割と似てるんですよ。なのでこれ買った頃はあんまこんなことできなかったけど、まあ、ついでにこちらが、まあ、ゴッドクロスのオリジナルカラーエディションの方、まあ、テンスアニバーサリーエディションじゃない方ですね。最初に出たやつ、まあ、これの素体に、まあ、今回のクロスが着せられないかなと思って試してみたんですけど、まあ、ちょっと膝アーマーとかが付けられなかったので、まあ、ひとまず頭部だけ、まあ、今回交換してみようかなと思います。頭部の造形はこのゴッドクロスバージョンの方が若干シャープになってます。髪の毛とかが、ただこっちの頭部にはクロスが合わなかったので、まあ、とりあえず今回はひとまず持たせるだけにしました。まあ、こんなところで、まあ、今回は
フェニックス1期最終ブロンズクロスオリジナルカラーエディションで久しぶりに遊んでみました。ちょっと珍しいカラーリングのフェニックスクロスでしたが、セイントセイヤー好き、一期好きの皆さんいかがだったでしょうか。また皆さんの愛あるコメントをお待ちしておりますので、ぜひ動画見終わったらこの後書き込んでってください。また珍しそうなやつとか面白そうなクロスがあったら動画にしてみたいなと思ってますけど、お付き合いください。じゃあ今日はこの辺で、次回も僕のお気に入りのおもちゃで一緒に遊んでください。その時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さようなら。